バーだ本当に。いいでしょ。本当に。でしょ。まともな酒出てこないけど。まともな酒はね、ない。まともな酒なんかない。まともな酒、そのだまともなものを求めること自体も違うと思う。ああ、まあまあそういうことよ、ね。うん、まともってそもそもなんなんだよ。そうそうそう、常識がないとか。そうそう。常識ってなんなん。何？分かってたらこんなことやってねえよって。絶対やってない。本当。これなんなん。これなんなん。あんたなんなん。俺大丈夫？分かんない。大丈夫ですか？それも分からんでしょ。俺も大丈夫ですか？いや多分大丈夫じゃないんだよ。大丈夫ですか？胆石。胆石はもうダメっす。ダメっすよね、これ。ダメっす、ダメっす、ダメっす。なんでかって言ったら、もう黒毛和牛のマダイなんですよ。どういうことかな。それがどういうこと。胆石って、黒毛和牛とマダイでできてるんですよ。そういうこと。そういうことっす。胆石は黒毛和牛とマダイ。黒毛和牛とマダイ。マダイでできてるんですよ。だから胆石。マダイも国産のマダイです。黒毛和牛、マダイ、胆石、そういうこと。そう、武田信玄、レイセフォン。そう、そこは争うんですよ。そういうことか。そう、ポケモンも水とか草とか火とか。あ、属性のね。属性が違うんで、はい、やっぱりバチバチなって、あ、弱点とかもやっぱあるんですよ。そういうこと。そういうこと。弱点あるよね。弱点だらけだもんね。弱点しかない。弱点しかない。逆に弱点以外がない。どこ持ってかれてもウィークポイント、ウィークポイントになってるんで。やっぱそうだよ、うん、人間やっぱそうだと思う。そうなんです。え、人間、人間そうだと思う。違う、あ、胆石のやつか。胆石のやつやっぱ弱点しかない。本当に。うん、それ完全に俺いじめられてる。いやいやいや、え、胆石。そう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 、胆石、胆石ですよ。大丈夫。大体いろんな石ある。ある、ある。マジで、うん、それやばないっすね。やばい。だってやばい、やばいっすよ。そう、雨で溶けるんじゃない。雨で溶ける、でも雨で溶けるんですよ。石ってほら水が滴るとこってあんな感じじゃん。そうね。ちょっと絶対あんな硬い石が水のこの一滴一滴で穴が開いていくんですよ。穴開いてるね。すごないですか。すごい。ってことはその胆石は、うん、雨で多分溶かすことはできるんですよ。できそう。できそうでしょ、うん、雨ってやっぱこうめっちゃ降ってくるじゃないですか、雨ガーッつって、うん、あれって避けれると思う。雨避けれると思う。スコール、スコール、スコール、ザー、熱帯雨林のやつ。もう熱帯雨林の中のブワー、もう前も見えんぐらいの真っ白になるときたまにあるやん、うん、はいはい、そういうことです。それを何、避けるの。避けれるかってことなんですよ。テイさん避けれる。俺は避けたことはあるんですよ。ただ2秒だけ避けたの。2秒避けた。2秒だけ避けた。僕結構 2,3 時間避けれますもん。やばないですか。全然避ける。え、それ避け方ってあるんですか、ね、避けるとか。避ける。苦手だもん。だってスコール、うん、あ、苦手な人ってこれで避けない。弱点しかないの。え、苦手、そうそう、怖い、怖いっつって避ける、避ける。え、近づかないの。あ、そうそう、だから、あ、そう、苦手。そうでしょ。苦手っつって避けてたら2時間だけど。そういうこと、うん、ちょっと苦手避けまくって、ちょっとスコール、ちょ、いや、ちょっといい、そういうのいいんだよっつってで、バー、避ける、うん、あ、いいっす、いいっすみたいな。あ、間に合ってますみたいな。ぐーんやって全然避ける。あ、すいませんみたいな。雨に向かってボクシングの八の字を書くようなやつ。あ、いや、八、蝶のように前ね。そうそうそう、八のように刺す、刺す。で、苦手だから逃げる。そういうこと。もう、すいませんっつって、バーッ、いや、ほんと、ほんと勘弁しなさいっつって。スコールに向かって、スコール、逃げる。やばいな。愛のスコールは好き。あれはうまいよ。美味しいもん、愛のスコール。 あ、だからスコールって目の前真っ白なのよ、雨降ったら。だから、愛の、あれ、愛のスコールです。だからあれ白なの。愛の力っす。愛の力でみんな赤と思っとるけど本当はホワイトってことですか。ホワイトっす。真っ白っす。濁りが一切ないんですよ。ないっすか。ないっす。白やったら濁ってんすよ。白逆に濁ってます。あれ濁ってんすよ。ドロドロしかないじゃないですか。じゃあもうドロドロないしかないっす。ドロドロないしかないっすから。そんなもん世の中嫌っす。嫌っすか。やっぱスパッともう透き通った純粋の透明な水ぐらいがいいっすか。水ぐらいでいいっすね。そこに和牛とマダイを入れたいです。入れたいです。で、煮込みたいです。なるほど、なるほど。そこで出汁を取ってくるの。そう、出汁を取ってくる。ただ、その出汁を取ったとしても、うん、TikTok 出汁には勝てないです。その一番いい和牛をこの冷水の中に入れます。入れます。で、次、国産のマダイを入れます。バトン入れます。で、グラグラ煮るじゃん。うん、煮るでしょ。でも、TikTok 出汁には勝てないですね。そこには及ばないんだ、やっぱこれでも。全然勝てないですね。そういう感じ。そうなんですよ。
やっぱすげえなって言う。すごい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 。なんでそんないい出汁取れるのかな。いやもうだからそれはもう苦手だからそう。あ、すみませんすみませんっつって。スコール、うん、でスコールと TikTok 混ぜたらやばいことになる。いややばい、すごいことになりますね。だからスコールと TikTok 混ざってできたのが、うん、あれですよ。だからビッグバンが起こって宇宙ができたっつって。あ、そこが原点。そう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 。だから銀河ってそういうふうにできたっていう。ビッグバンって聞くよね。そうそう。でビッグバンの原点はじゃあそこなんだ。バーンってなって。スコールとティクトクでバーンってなって宇宙ができてっていう。で我々が今ここに存在してる。そうそうそう。なんかいいよねこの先祖をたどっていく話。そうそうそう。俺こういう話好きだ。あ、そうなの。そうそうそう。まあ、だから先祖とかもう宇宙の歴史みたいになってるから。だから結局僕らはだから全部言ってしまえばあれなんですよ。僕らは全部武田信玄の子孫なんですよ。言うてみりゃね。うん、まあそれどうっすね。言うてみりゃ象の子孫でもあるってこと。あります。そういうことやね。うん、そうっす。で、結局そこの先祖にたどり着くのはレイゼフォーってこと。そうっす。そこで繋がるのか。そうでしょうね。深いね、アルファ。深い深い。やっぱ宇宙は深いっすよ。闇も深いっす。僕の闇も深いっす。やばいっすよ。うん。そりゃ深いっすわ。こうしてる間にもやっぱり胆石がどうなってるか気になるよね。もうこの形自体、石みたいになってる。僕がでしょ。そう。そうなんですよ。石やもう石なんです。